こんにちは、木村です。じゃあ、最近私が買ったものを紹介します。まず1つ目はこれです。っていう代官山にあるセレクトショップ屋さんで購入しました。一応クラッチバッグとして売っているんですけど、巾着なんですよ、こうやって。だから何でもガシガシ入れれるし、結構何でも取りやすい。ここにまさかのジップがついてる、だからここからこうやって物を取り出せるっていう。これなんと3800円です。皆さん買ってください。次、今日届いてすぐ紹介しようと思ったのが、このアクリルのこのキーホルダーにしたんですけど、アクリルスタンドとかアクリルキーホルダーが使えるアプリっていうのを見つけて、愛犬で作ったの。アクリっていうあのアプリで作りました。本当に可愛いからみんな作った方がいいと思う。すごい、これ可愛い、やばい。付属でこういうのをね、一緒にね、変えたから、これを多分つければこれがキーホルダーになる。可愛いでしょ。可愛い。ただまあ写真を使うのは肖像権とか著作権の違反になるから、そこは本当に注意してほしいと思ってるんですけど、これ M サイズ1200円。次におすすめしたいのがこのネイル。じゃーん。これね、本当に私前から実はずっと好きでファンで買ってるんですけど、ネイルズインク2500円ぐらいなんですけど、何がすごいって、これ45秒で乾くの。一度塗りでもこの発色ってすごいなと思って。で、これはピンク、これも可愛いね。ピンクも可愛い。そうそうそう、なんか夏に多分めっちゃいいと思うんだよね、うんうん、これはまだちょっと7月発売だそうなんですけど、このラメになるやつ、うん、可愛いですね。そうそう、これは二度塗りでこの感じ。これはまたちょっと違うシリーズなんですけど、レンジっぽい色味で結構色っぽい感じになるんじゃないかなと思ってるんですけど、これも45秒。こんな感じで結構ちゃんとジェルネイルみたいになるのがいいなと思うので、みんなぜひ使ってほしい。次はコパトーンの、日焼け止めです。これロイヤルブルーっていう色なんだけど、多分もう 3,4 時間経ってるんだけど、こっちの方が白いっていうのは分かりますかっていう、はい、実はこっちだけなんか塗ってきてみた、うん、こんな色なんです。本当は青で、これを塗ったらなんか初めちょっと大丈夫血色って思うと思うんだけど、馴染むんで白くなるんですよ、うんうん、これ多分800円しないぐらい。次はちょっとファッションアイテムなんですけど、ノウハウジュエリーっていうブランドの、シルバーのアクセをちょっと最近ね購入したので、ちょっと紹介しようかなと思っていて、こっち側はこうボールチェーンみたいにこうなって、うん、でこっちはチェーン、こうやってつけてこうちょっと垂らす、うんうんうん、つけ方が可愛いなーって思って。夏とかさ、白 T にデニムみたいな方ですごい増えるじゃん、うん、ちょっと凝ってますみたいな感じに見えるアクセがあるだけで全然違って見えるなって思うのでおすすめします。こちら、この3つが1つに入ってますっていうことなんですけど、この3つ入って8800円だから、形的にはキャミよりちょっと太い感じのタンクトップみたいな感じですね、うん、ちょっと背中が出てるっていう感じになります。あとこれはキャミですね、はい、あと最後はタンク、これね、この3枚あったら夏超える、押せちゃうんじゃないかなって思って。で、次紹介したいのが MCT オイルです。今ちょっと夏に向けて編集部でなんか頑張ってダイエットしようって言ってる時に使ってて、で私は結構朝にヨーグルトにちょこってかけて食べてるんですけど、何がすごいってすぐエネルギーになってくるから、それで脂肪がこう燃えやすい状況になる。使い始めてから2週間ぐらい経ったかな、なったんですけど、今ね1キロぐらい痩せましたんで、すごい。でこれ880円。最後に紹介したいのはこちらで、ディオールさんのですね、ジャスミンデザンジュハンド&ボディローションってことなんですけど、これはマジでめっちゃいい匂いなのよ、ね、本当に結構こっくり、そうそうそう、朝つけて夜までねめっちゃいい匂いするの自分が、これは1万ちょっとするけど使ってみてほしいです。以上、木村が最近買ったものでした。みんなぜひ買ってみてください。ビビ、こんにちは、ビビ編集部のゆりんです。まずこれが韓国の
B プレインっていうコスメブランドのスキンケアなんですけど、これが化粧水です。 B プレインはすごい簡単に言うとすごいシンプルなスキンケアって言われていて、肌の鎮静と保湿効果があるカモミールエキスっていうのが入っているので、水っぽいテクスチャーなので、すごいこう夏って暑くてベトベトするの嫌じゃないですか、うん、サラッとすぐ馴染んでくれるスキーなテクスチャーもいいなと思って、これリピ買いって感じです、うん、次は同じビープレインの美容液です。肌の鎮静成分がさらにこれぐんとアップグレードされたバージョンになっていて、もうシンプルに肌にいいものっていう美容液です。でこの美容液もすごいサラッとしてて、すぐこんな感じ、軽い本当に水っぽい感じ、これもすごいこう重ねやすいテクスチャーです。でこの次に肌のトーンアップは欠かせないので美容液、コールドネイチャーっていうまた韓国コスメの美容液なんですけど、これのすごいところは6種類のビタミン成分とあと米ぬかが入っていて、なんか使った途端まあ顔色明るくなって結構効果を実感できてて、これもすごいいいところが軽いんですよね。結構水分の感じ、本当だ、サラってしてますね。そうなんですよ、肌綺麗になったってよく言われるんですよ、でこれの次にまたリープレインの乳液です、はい、これもこんな感じですぐに溶けてくれる軽いテクスチャーです、うんうん、だからすごい本当に潤ってません、うん、ツヤツヤなんかシンプルなのにしっかり肌にこう直接入ってくるんで、うん、パックいらなくなりました。へーすごい。このセットで2290円、アンプルはだいたい2500円ぐらいかな、うん、でこの美容液は2500円、これも2500円。で次はこちらの、これはアイシャドウパレットなんですけど、ダダーン、このアイシャドウは、うん、パッドマグラスっていう方のパッドマグラスラブスっていうコスメブランドなんですけど、今ネットフリックスで第2弾出たプリジャートン家っていうネットフリックスシリーズがコラボしたこれブリージャートンっていうシリーズのアイシャドウになります。このランメを中央から目頭に塗ってて、うん、で中央から目尻の方にはこのピンクをポイントでこっち側だけに入れてて、ちょっとポイントでピンク入れたんですけど、ほんとこのまんまって、うん、見たほんと色を発色してくれる、色目しかもなんか強すぎないですよね、塗ってみると結構可愛らしい色味で、うん、これは8700円くらい。で次がリップです。1個目がこれローラメルシエのリップグラッセハイドレーティングバームグロスの15番、バニラ色なんですけど、ザ・グロスリップっていう感じ、うんうん、でなんかちょっと懐かしいなと思って、 Y2K っぽくていいなと思ってて目をつけてたんですけど、まあ、ベージュなんですけどこんな感じで、でも本当にこのように薄いから色のリップに重ねてもツヤが追加されるぐらいこっくりしたグロスって感じ、水っぽすぎないからツヤッツヤですこれは多分3000円ぐらいです。でもう一個はこれもツヤっぽいんですけど、エレガンスのブリリアントルージュの104番、ちょっとラメが入っててこうやって見ると結構オレンジじゃないですか、うん、こっちもすごいオレンジだと思うんですけど、唇に塗ると結構馴染んで本当に程よい血色感な感じで、これめっちゃ可愛いと思ってこれも買っちゃったんですけど、エレガンスの方は4000円ぐらいかな。以上です、ありがとうございました。ビビーこんにちは、ビビのファッションのリーダーの岡本です。で今日は私の最近の購入品をご紹介していきたいと思います、はい、まず一つ目なんですけど、メルカダリビーっていうブランドのトップスで、このブランド可愛くないみたいな、こういうブランド最近よく出てるよね注目っていう話をしてたブランドで私も買ってみたんですけど、結構ピタッとしてて、うん、
の鬼のところから手に向かってラインが入ってるのが来たらすごい綺麗に出て、うん、シンプルやけどすごい一癖ある女の子っぽい感じのものが揃うブランドなので、うん、可愛いかなと思ってます。可愛い。次がスポーティー&リッチの T シャツです。うん、これは前なんか自分がやった企画でスタイリストさんがこれいいよってこのブランド可愛いって言ってはって、自分がお買い物行ってる時にたまたまポップアップストアがあったので、うん、やってみたらめっちゃ可愛かったのでこれを買いました。後ろも可愛いですね。後ろに水色の感じがめっちゃ夏っぽくて、うん、本当デニムとこれだけこれ可愛いかなと思ったので買ってみました。うん、なんですけど、なんか何かっていうとこの透けてる靴下、はいはいはい、なんかコーデチェックって言ってその、うん、次の企画で何を着るかっていうのをスタイリストさんと決めていくあの会があるんですけど、その時によく出てたなと思って見てたらすごい可愛かったので黒と白で透けてるソックスを買いました。うん、細めのストラップの黒のミュールとかちょっと華奢な感じの女の子っぽいミュール合わせもめっちゃ可愛くて、うん、それにミニスカみたいな、うん、私もやりたいと思って一旦靴下から入手したんですけど、でこれはねさっきたまたまねオフィスに展示会でタミトンが届いたんですけど、はい、からお見せしようと思って持ってきたんですけど、このロングビーのスカート、うん、と短めのですね、うん、なんかバラバラで着ても結構こういう T シャツとかの上に着ても使いやすいですと思って、うん、なんか白黒のやつとこの派手派手なんかあったんですけど、せっかくのツヤシ派手派手なカラーをと思ってこっちを買いました。それが黄色のものを集めてて、メンシャドウとか、あ、黄色だ。そう、これね、なんとチークなんですよ。チークで黄色って本当新しいなと思ってて、すごい綺麗に発色するんで、これ結構浮かないんですよね、つけたら、うんうんうん、しかもなんかワンポイントみたいな感じで入れるのも可愛いし、うん、ちょっと新しい気分になりたい方おすすめかなと思ってます。うん、私が今日紹介させていただいたのは結構ビビに普段から出てくるような、うん、みんなが買いやすいブランドのものかなと思うので、ぜひあの私もショッピングしたいなっていう気分になってもらえたら嬉しいです。ではまたお願いします。バイバイ。Do do 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 do